一撃。まさかえ、なんかちょうどは行くみたいな、そういう感じ、そういう感じかと思ったら違ったな、うん、ちょうどは行ったんだ。街に出て求人探してみるか、一旦。オストゥーです。ATM あった？預けよ。これとあと50回か、途方もねえな。でも紙石に書いてもらえるっていうのはそれぐらいの価値がある。安いぐらいだわ、5000スクラップ。すげえ、15も手に入るセミオートボディ。うまっ。冷めてるけどうめえわ。これ？これか。ちょっとやめろ。これをどう映すの？こういうこと？ With the draw。 お前マンタ先生に1万円頼んだら何十万だと思ってんだよ。いくらなんだろうね。デポジット、これ？お、できた。これで貯金113円。全然あ、これで2円さらに追加か。いいね。あと4900円か。こんにちは。ボス討伐のバイト、多分釈迦さんが今ボス一人でやってたりするからあれかもしれないですね、もしかしたら。ほう、どこにいるんですか？釈迦さんの家は一応 J の15の右上にありますね。うえー、ありがとうございます。行ってきます。一応うちのチーム、なんて、うんうんって言ってる。
行くかも、行くかもって言った。クザさんのことずっと探してたよ、釈迦さん。あ、そうなんだ。なんか弱そう。端芝つけとこう。うん、このままじゃオイラ勝てない。俺は釈迦、ストリートファイターを始めたはいいものの、このクザーさんには勝てない。え、なんて書いてあるのこれ。話も食らってしまう、当て投げも食らってしまう。僕には才能がないのかな。タバコでも吸って落ち着こうと。プー、釈迦だプー、オイラは釈迦だプー。何この構文。構文というかクザーがそのまま言ってたセリフ。終わってない。よくこれだけの言葉をさ、パッて思いついて話せるよね。これさ、ほんとだ。この辺になんかだべってる人の馬さ、情報だけ見てさ、馬、あの上質な馬パクって置いてくれば、あー馬は無事やーってなるんじゃね。なるほどね。馬パクられたけど馬無事やからいいか。ぐらい、こいつで行ってきたら、こいつ、このまだらで、こいつマックス39キロだ。これまだらが多分一番カスかも。ちゃん、これ持っといてくれん。サドルのバッグ。オッケー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 。このカスちょっとパワーアップさせてくるわ。やってることエグい。絶対エグい。恨み顔や。このカサ助けてー。いや、マジでありがとう。いや、もうボドカさんしか勝たん。カミート、ガチでありがとう。ダーバーの色を見てくれ。おい。変わってるって。え、誰の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 